こんにちは。今回は細編みで作るアクリルたわしを紹介します。このアクリルたわしは二重構造になっています。とても厚みのあるアクリルたわしです。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編み20目で作り目を作ります。この作り目に細編みを編みます。1段目は立ち上がりの鎖編み1目を編んで、作り目の鎖編みの裏山に細編みを20目編みます。次に作り目の反対側に回って、作り目の頭2本を拾って細編みを20目編みます。これで1段目が終わります。2段目は立ち上がりの鎖編みは編まないで、1段目の最後の細編みから次の細編みを編むのは、最初に編み出した細編みの頭に細編みを編みます。これをぐるぐると立ち上がりの鎖編みは作らずに、筒状にぐるぐると9段目まで編み進めます。9段目までは40目で編みます。そして最後は10段目を10目だけ編みます。これを折りたたんで、このようなアクリルたわしにします。作り目はここです。ここが20目の作り目です。これを折り紙のように折りたたんで、この形にします。後でまた詳しくその時に説明します。最初は20目の作り目から細編みを編み始めます。作り目を20目作りました。今回はアクリルの極太ゲートを8号の5ミリのかぎ針で編みます。1段目の最初は立ち上がりの鎖編みを1目編んで、鎖編みの裏山に細編みを編みます。裏山を拾って細編みを編みます。次も作り目の裏山を拾って細編みを編みます。作り目の裏山に細編みを1目ずつ編みます。これをここまで細編みを編みます。作り目の裏山に細編みを20目編みました。最後のところです。ここから作り目の反対側に細編みを編みます。この糸は後ろに回して、ここが最後の細編みですから、同じところに細編みを編みます。同じ目に針を入れて細編みを1目編みます。この糸はこのままにしておいてください。中に入ってしまいますので、このまま置いて大丈夫です。今1つ編みました。次の作り目の反対側の頭2本を拾って細編みを編みます。反対側の作り目の頭側を拾って細編みを編みます。これを20目編みます。作り目の反対側の鎖編みの頭2本を拾いながら細編みを20目編みます。こことここにもう1目ずつ細編みを編みます。
そしてここが最初に細編みを編んだところです。ここは鎖編みが1目です。この一番最初に細編みを編んだ反対側のところに針を入れて細編みを編んで、これで上下に20目ずつの細編みを編みました。合計40目の細編みを編みました。次は2段目に移ります。2段目はここから一番最初に細編みを編んだこの細編みの頭に細編みを編みます。上下に20目ずつ細編みを編んだ後は最初の細編みの頭に細編みを編んで、この最初の細編みのところに印をつけておきます。立ち上がりをつけずにぐるぐると細編みを編みますので、一番最初の細編みの頭に印をつけて、次は今編んだところですから、次の細編みの頭に細編みを編み、次の細編みに細編みです。2段目は前段の細編みの頭に細編みを編んでここまで来ます。1段目の細編みの頭に2段目は細編みを編んできました。ここも続けて細編みを編みました。そして最後のところです。最後のここが2段目の最後のところです。これで2段目も細編みを編みました。そしてここが2段目の最初の細編みの頭です。3段目も立ち上がりはしないで直接2段目の最初の細編みの頭に細編みを編みます。ここでマーカーを付け替えます。また最初の3段目の最初の細編みの頭にマーカーを付け直します。そして同じように次の細編みの頭に細編みを編みます。これを繰り返して ぐるぐると細編みを編んで、全部で9段まで細編みを編みます。今は1段目、2段目です。そして3段目を編み始めたところです。これを9段目までぐるぐると細編みを編みます。マーカーはその都度最初の目に付け直してください。細編みを9段目まで編みました。ぐるぐると40目の細編みを9段目まで編みました。最後のところです。最後の細編みを編んで、これで9段目が終わりです。次は10段目です。10段目はここから10目だけ細編みを編みます。最初の10段目の最初の細編みを編み、ここにまたマーカーを移動しておきます。これで10段目の1目が編めました。次は2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここで10目だけ編みました。9段目の次の10段目はこの10目だけの細編みを編みます。そしてこの形をこのアクリルたわしの形にするには、10段目を編んだところとこのマーカーのついたところ、こ
これを少し編み地がずれているかもしれませんが、このように合わせて、この10段目の10この10個目の細編みのところと、この対角線上をつまみます。ここで形を整えてください。折り紙のようにここで折りたたみます。この編み図で言いますと、こちら側の面を中心に集めます。そしてこの10段目まで編んだここから、この間に10段目から編んだのはこちらになります。ここから引き抜き編みをします。この間を両側を合わせて引き抜き編みをしてきます。10段目の10個の細編みを編んだこの位置からこのように折りたたんで、この間を引き抜き編みします。引き抜き編みはこの細編みの次の隣の目ではなく、もう一つ飛ばした次の目の向こう側の1本だけを拾い、そしてこちら側は細編みを編んだその次のこの目の手前の1本だけを拾って、ここに引き抜き編みをします。この目はこの角の目になりますので、あまり目を緩めずに少しきつめに糸を絞ってから引き抜き編みをしてください。次はこの目です。次の細編みの頭の向こう側の目を1本拾い、こちら側の細編みの手前の糸を1本拾います。ここからの引き抜き編みは最初のように糸を縛らなくても少し緩めな目で引き抜き編みをします。次からはこの向こう側とこちら側の目を合わせて、今引き抜いた次の目です。この目と向こう側の1本を拾って、ここも引き抜き編みです。次はこの目と向こう側の1本だけを拾って引き抜き編みです。これを端まで引き抜いていきます。このように引き抜き編みをします。そしてこのマーカーはもう取ってしまって大丈夫です。引き抜き編みをしますと、ここが少し持ち上がりますが、あまりここが持ち上がるようでしたら目が緩すぎますから、目のきつさを調節してください。ここは最初の引き抜き編みは小さめにするときれいに仕上がります。このままこちら側までずっと引き抜いていきます。目を合わせて手前の目と向こう側の1本を拾いながら引き抜き編みをしてください。こちらも引き抜いて、この時この目の大きさが揃うようにして編んでいくときれいに仕上がると思います。目の大きさを揃えるときれいに仕上がります。向こう側とこちら側の1本ずつの糸を拾って引き抜き編みをし、次はここです。こう引き抜いて、ここが最後の目です。この目は少し
きつめに引き抜いてください。形を整えます。裏側を見ると分かりやすいと思います。この線が揃っていれば大丈夫です。こちら側もここが揃っていれば目が合っています。そしてここが作り目のところです。この形になりましたら最後は鎖編みを編みます。この鎖編みは12目で編みましたが、鎖編みの長さはお好みで好きな長さにしてください。ここから12目でこの形ですので15目で編んでみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15目の鎖編みができました。次は引き抜き編みをします。最初に鎖編みを立ち上げたその根元のところに針を入れて、ここに引き抜き編みをします。そしてもう一度引き抜き編みをして、この糸を切ります。15目ですとこのぐらいの大きさで、12目ですとこのぐらいの大きさになります。あとはとじ針で糸始末をします。引き抜いたところから後ろに回してすぐ根元のところに一回糸を通し、あとは目立たないところを通してください。これぐらい通せば大丈夫ですので、ここで糸を切ります。形を整えてください。編み地が二重になっていますから、とても厚い編み地になります。そしてアクリルたわしとして使う時もここを持つようにすると、とてもお皿なども洗いやすくなります。厚地になりますから、お風呂などを洗う時も便利かと思います。で、今回はアクリル毛糸を使いましたが、これが熱に強い毛糸を使うと鍋つかみにもなりますので、とても便利です。細編みの二重にして作るアクリルたわしを紹介しました。厚地のアクリルたわしです。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。